電気料金の値上げを受けて東北電力には先月15万件もの相談が寄せられたということです。前の月の37倍に急増しています。東北電力によりますと、先月4日から26日までの間に電気料金に関する問い合わせがコールセンターにおよそ15万件寄せられているということです。 去年12月の問い合わせ件件数はおよそ4000だったたため、一気にに37倍に急増した計算です。電気料金が高い原因を教えてほしい安いプランに変更できないか料金改定の仕組みについて教えてほしいなどという相談が多いということです東北電力はホームページやコールセンターで現在契約しているプランの見直しについて説明をしている 値上げに理解を求めたいとしています。